はいどうも、とのまると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょうというわけで、こちら自分の投稿したコースのコメ欄でございます。こちらのコース遊んでみてくださいとコメントをいただきました。 JLNV、 はい、これか。 JLN から始まるやつ、柿ジャンプ、甲羅を運ぶ仕事、71分の0。あー、クリア者が今んとこ出てないんだ、恐ろしいな。ちょっとやってまいりましょう。まあ、甲羅を運ぶ仕事って言ってるから、甲羅を持った状態で柿を踏んでいったらクリアできるっていうコースじゃないんかな。にしてはクリア率低いよな。こういうことで合ってる？合ってる？これで。うわー、そっか。これ最後まで持ってかにゃいかんのかな。一回さ、これで行ってみん？行けるとこまで。で、先がどうなってるか見えたら多分ゴール近づいてくるはずだから、これきついよ、でもこれ結構。しかもほら、これ本来これメット被ってない状態で、ここ来いってお話でしょ？で、あーってことか。ぶつけちゃうのが一番怖いから、怖いとこは、あー違う、そうなんだよな。そのミスがあるんだよな。はい、はい、オッケー来たー。はい、オッケー、よいしょ。あ、まあまあ、これはいいとしても。さあ、中間からどういうこと、これどういうこと、どういうこと、こうでいいの、ん、こっちか、ん、はい、あー、ちょっと待って、メットを失ったよ。メットを失っちゃダメなんかな、やっぱ。代わりにか、あ、ワンちゃんこれ柿では無理か。柿では反応せんもんな。柿頑張って反応させてくれ、あれは無理か。はい、オッケー、いいよ、ここ行っちゃおう。はい。ああ、何それ。変なことになった。何今の。蹴っ飛ばしちゃった？よいしょ。はい。はい。ちょっと待ってよ。そろそろ決めも、はいしょ、オッケー。はい。オッケー。さあ、これでどんなもんでござんしょうかと。やったー。いやー、なんか久々にこう、シンプルな、こう、アクションコースな感じで、楽しませていただきました。というわけで、コース ID、ありがとうございました。本日もマリオメーカー2、やってまいりましょう。最強のキーパー、クッパを1体以上倒してからゴールやってまいりましょう。倒すんだ。なんか、倒さんなら別にゴールできるかと思ったけど、倒さなきゃいけないんだ。あ、パウがあるな、ここに1個。ちょっと待って、このさ、裏に1個、そら、今見えてる、今、ほら。あのパフ1個、あれが欲しいよな、じゃあ。今上に行ってるクッパの足元にあるんだよな。それ、あー、無理だ。一番上のクッパ、2番目、あー、その一番下の、こいつが持ってる、それ。炎を上に誘導しといてさ、なんか取れんな、でも。いつ取れる、あれ。いつそれ取れんの、それ。あれ、いつ取れるんだ？一番下に来たタイミング。あー、取れた！あーいしょ、オッケー、ナイスシュート。あー、いや、結構難しかったね、あの一瞬のタイミング。いや、きつかった。ハードスプリングジャンプホットガーベージ。やってまいりましょう。ガーベージはゴミっていう意味なんだ。へえ。じゃあ、激しいバネジャンプ、あったかいゴミ、どういうこと、わけわかんない。わかんない。直訳してるからわけわかんないだけかな。これ一回飛んどいたらいいんかな。で、ドスの上はなんかないの、これ。まあ一応クリア者が出てないからね、何なんだろうね。何のコースなんかがわからんけど、オンオフ切り替えてく、じゃあ一回。なんか意味ありそうだもんね。はい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 。いや、これはでも別に積んでるとかそういうこっちゃないと思うんで、普通にいけるはず。ちょっとこれ早送りかな。ちょっと待って。よいしょ。これオンオフ切り替えてくるべきじゃなかったってこと？いや、いけんことないか。あやこでもいけんくない、上。届かんよ、これじゃ。これ、こっからこう言っても届かんよな。これ届かんくない？あー、いけた。怖ー。で、なにこれ。右に飛ばなきゃいけないの感じ？あった、足場。あー、中間があるんだ。右絶対積む。これクラウン取ってこか。クラウン取ってって、オンオフ、あれ、行けるとこないじゃん、じゃあ。この右、
え、でもオンオフは切り替えに行ったら絶対積むよ。あれ 100% 積むよね。あれ積まない可能性ないよね。んー、なんだこれ。あーん、いや、わからんわからん。でもあっこもだってオンオフ、あの時計が上にあったからヒップドロップで切り替えることもできないから、あ、じゃあここまで戻ってきて、これ切り替えて戻ったらいいんかな。一回上見よう。上、上なんかないの。上になんかあるとかでもないんか。不思議なコースだね、これは。だいぶ、だいぶ不思議。じゃあ、ここでこうでいいんじゃない？はい、ここ入っていきましょうか。はい、何ですか？まあ、100% 食らう。上は？いけるのか。上いけんのやだな。右に出てくるんかな。あ、オッケーオッケーオッケー。ん？鍵。ワンチャン、このキノピオと同じ高さの右側に、あの隠しブロックがある可能性があるから、下に落ちずにこうでいいんじゃない？うん。多分積んでたんじゃない？そこ一段低いってこと。これ上も気になるんだよな。いや、上はないか、さすがに何も。何もなさそうだね。はい。で、これ、あ、ここ入ってもいいんだ。あ、なんだ、ここ全部隠しがあるんやと思ってたわ。じゃあ、ここ入って、次もトゲを避けたらいいんかな？ OK。はい。これ溜まってっちゃう感じ、どんどん。なんかない、補強アイテムは。ないかな、ないよな。うーん、やだな。やだねー。トン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 。あー、鍵誰も持ってなかったな、今倒したやつは。なんかないん、いや、持ってなくね、この辺のやつら。持ってねえぞ、こいつら。じゃあどこだ。あれ、なんか鍵ゲットした。一回クリボー全部出るまで待ってみるかと思ったら、なんか待ってたら鍵ゲットしたぞ。あ、なんかその下に氷ブロックあったもんな。あれってことか。あれがなんかを倒してくれるってことか。待っといたらよかったんだ。なるほどな。オッケーオッケー。じゃあこっから行ける。はい。なんか怪しいな。あー、キノコだ、やった。キノコがもらえた。この右にまた出てくる感じかな。あ、でかいとこれ反応しないんだ。これはドイツかが鍵、あ、持っとったね。一番奥のやつが持ってたっぽい。鍵入っていきましょう。いやー、これ待機してたらよかったんだ。デカ状態だとこのバネ反応しないんだね。はい。ちょっと待って、ドイツが持ってるかな。あー、オッケー。来た来た来た。多分1体しかおらんでしょう、鍵持ってるやつは、この1ブロックに。はい。急に隠しブロックとかで積む可能性も多いにあるからね。鍵ドア入っていきましょう。ドカン。こっちが裏面か、今。裏面。魚。ここは入る必要ない。いや、ここ積む？入っちゃった。いや、入っちゃったけど、いけるいける。これ持ってったらいいんじゃない？うん。これワンチャンさ、このガリガリの裏に、あの、ゴールとかない？ないかな？さすがにないかな？ないか？あっぶねえな！音符が隠れてやがったぜ。え？なんか、積んでる音楽。ちょっと亀捨てよう、もういらんわ。え？なんか積んでる？もしかして。ゴールかーい。ゴールなんかーい。積んだんかと思った、なんか。あーやった、クリアできた。不思議なコースだったね、ほんと。ちょっと今日お話ししたいことが3点あるので、ちょっと、簡単めなコースやっていきたいと思います。80秒スピードラン。というわけで、一つ目ちょっとご相談なんですけど、マイクどうですかっていうお話です。結構ずっとね、2000円何百円とかの、クソ安いマイクずっと使ってたんだけど、ちょっとそろそろちょっと買い替えようかなと思って、実は先月末ぐらいの動画から、ちょっとマイクが変わってます。で、マイクが変わったのに伴って、マイク音声とゲーム音のバランスとかもちょっといじったんで、もし、なんか聞き取りにくくなったとか、ゲーム音もうちょっと大きくてもいいんじゃないとか、声もうちょっと小さくてもいいんじゃないとか、そういうお声があるとすごくありがたいです。何でもいいのでおっしゃってください。そう、マイク意外と自分じゃわかんないんでね、なんかご意見あればお願いいたします。ということが、まず一つ。で、もう一つ、2万人記念動画でもお話しましたけれども、セカンドチャンネル、とのまる在宅部という、セカンドチャンネル、ちょこちょこ更新しておりますので、まあ、よかったら皆さん登録してください。今、スーパーマリオ RPG の実況をちょっとやってて、それが個人的に、まあ、ちょっと楽しいっていう、感じでございます。はーい。
で、もう一点なんですけれども、1月の4日、2021年の1月4日から自分毎日投稿を始めてるみたいなので、振り返ってみたら。だから、ちょっと、なんか企画しようかなと思って1周年の。ということで、2022年の1月4日に、企画として、何件かリクエストがありました。まあ、質問コーナーをやろうかなっていう感じに思ってます。はい。まあそんなプライベートなことバシバシ答えるわけじゃないけど、まあちょっとまあプライバシーに関わることはぼんやりした答え方すると思いますけども、答えれることは全部答えていきますんで、1月4日に質問コーナーの動画を出そうと思ってます。なので今日のこの動画と、後でコミュニティ投稿でも同じ内容を投稿しますので、ここのコメ欄かコミュニティ投稿のコメ欄に何か質問打っていただいたら、1月4日の動画で答えさせていただきます。普段のマリオメーカーの動画と別で質問コーナー動画で出すと思います。締め切りクリスマスの日のうちにしましょうか。12月25日のうちまでに来た質問に関しては、まあ、答えれる範囲で答えていきたいと思います。プライバシーに関わることはめっちゃぼんやりした答え方しかしないとは思うんですけれども、まあ、どしどし何でも質問してみてください。これで何も質問来なかったらめちゃめちゃ寂しいけどな。